こんにちは。アマゾンサポーターふりひでおです。今日はアマゾンで販売するオーストラリアの商品。家電は NG です。オーストラリアの電圧は240ボルトとなっています。日本の100ボルトの、えー、電圧のものを差し込むと一発で壊れて、ね、下手するとそのまま火災になります。そんなわけでね、えー、扱うのは違法であると。 いう警告アマゾンから来ますので家電は使わないようにしましょうそしてですね家電とは全く関係なくても家電に誤解されてカタログ削除しましたとかねあなたの販売している商品は違法ですというような通知がアマゾンから来ることがありますこの時はね誤解ですというふうに回復できている例がありますのでご相談くださいアマゾン支社サポーター堀秀夫でした